ラグビーいろはのろポジション編。ラグビーのポジションはフォワードと呼ばれるスクラムを組むパワーのある選手たち8人とバックスと呼ばれるスクラム後方でトライやゴールを狙うスピードのある選手たち7人に分かれているよ。それではフォワードから各ポジションを紹介するね。プロップ、最前線で戦う縁の下の力持ち、スクラムを支える要なんだ。フッカー、セットプレーを操る要、スクラムでは舵取り、ラインアウトではボールを投げ入れるよ。ロック、空中と地上で進撃、高さとパワーでボールを支配するよ。フランカー、ボール争奪戦の狩人、必殺ジャッカルでボールを確保さ。ナンバー8、フォワード最後尾のスーパーマン、フォワードに的確な指示を出すよ。以上がフォワードの8人。次にバックスの7人を紹介するよ。スクラムハーフ、つなぎ役でリズムを作るパス職人、ボールを俊敏にさばくんだ。スタンドオフ、攻撃を組み立てる司令塔、ラン、パス、キックとラグビーセンスの塊さ。センター、勇気ある切り込み隊長、激しい接触にめげず力強い攻撃で突撃するよ。ウイング、トライに持ち込むポイントゲッター、切れ味鋭い動きでトライにつなげるよ。フルバック、チーム最後の砦、チームの最も後ろで攻撃にも参加するよ。このように各ポジションが役割分担するのもラグビーの特徴だね。パワー重視の8人とスピード重視の7人がお互いの個性を発揮して勝利を目指しているんだ。ポジションと役割を理解するとさらにラグビー観戦が楽しくなること間違いなし。お気に入りのポジションと選手を見つけてラグビー観戦にレッツゴー。